軍は行政区画の一種。中国、日本、朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳する時に訳語としてこの語を当てることがある。古代の軍は律令制の行政区画で国の下に置かれた。日本初期は大化の改新の時に軍が成立したと記しているが、当時は 実際には、表と書いていた。大法律令の成立の時に、軍が設置され、かつての国の宮津子などが軍事となって管轄した。軍には、軍がが置かれ、反電や、徴税の管理に、重要な任務を果たし、律令制度下の中央集権的行政の末端に、一致した。演技式では591軍があったとされる。国の下に軍を置き、 軍の元を五十個一里の里に編成した。七世紀後半から、国、高里里の体制が見られ、七百一大法令で、国軍里制が成立。七百十七ごから七百四十までは、軍の下に里、里の下に里が置かれ、国軍郷里の編成となり、その後は、国軍郷となった。郷里制はそれまでの里を里と解消し、その下に、 下級の単位として新設した2から3の里を置いたものである。これと連動して、都の編成も従来の都を合庫、某庫の2段階とし、石帳を通じて本願地での人民把握の強化を図った。しかし本来流動的な人口動態を固定化する制度には限界があり、739末頃には里が廃止され、 国軍教の三段階制となった。軍は、里の数によって、王、上、中、下、小の五等級に分かれていた。南伊勢の渡来表は、神軍という形で、半ば自立的な行政単位であった。しかし十世紀には、筆頭国師である、受領の権力強化などにより、軍の機能は低下し始めた。十一世紀には、小縁が一円領域化して、 国河の支配から自立し、軍の管轄からも外れていった。国河の側も残された工領を再編成し、下部に里を組織した軍から国河に直結した、軍、里、保、院、城、別名などの並立体制となった。これに伴い、旧来の在地豪族の系譜を引く、軍事層は、急速に没落した。没落した、軍事層の多くが、国河に近似し、 在長官人となった。在長官人には他に受領が引き連れてきた、実務官僚などが加わり、新たに再編された、軍事、合詞、安氏などの管理者として任命された。また、受領自体が、任期中に、資料を獲得したり、在地豪族に入り無こしたりして土着化し、指定が、在長官人化するケースも見られる。やがて、これら在長官人は武士化していった。 鎌倉時代になると、国内に並列する荘園、軍、里、保などは、管理者である総治、宗司、郡事郷氏安氏らの多くが御家人となり、自頭に任命され、武士たちの基礎的な領地の単位となった。戦国時代には、戦国、大名らの地域権力が、領国拡大を行い、本国、文国の領域支配の一環として、 支配領域を古代以来の国軍制とは異なる、独自の支配領域区分である、軍単位で分割し、各軍ごとに軍隊を配置した。相模国なしり法上においては、軍単位で、くじ負荷を行った、軍隊支配を展開し、やがてこれは、軍隊支配を引き継いだ、市場制へと完成していくことが指摘される。一方で、戦国大名の領域支配は、本国、 文国の歴史的経緯や両国家事記の際、自律的な国衆の存在などにより一様ではなく、多様性があり、必ずしも軍隊、市場性支配により均一な支配でなかった点も指摘されている。江戸時代の幕藩体制下において、江戸幕府や各藩では、地方の統治に際して、軍隊や軍部業といった役職を置くことがあった。幕府の軍隊は、 広域の幕府領を管轄する役職であって、その管轄範囲は、歴史的地域区分としての軍よりも広い。諸藩では、それぞれ独自の地方区分を設けている場合もある、熊本藩の手長など。1869年時点の軍域級、東山梨郡役所明治初年において、軍は地理的区分に止まっていた。1878年に制定された。 軍区町村編成法によって行政区画としての軍が復活した。同法は府県の下に軍を置き町として軍庁を任命することを定めた。この制度下の軍は自治体ではなく軍庁以下は中央政府から派遣された官僚であった。軍の役人が勤務する役所、軍役所といった。この時に広大な軍の分割が行われた。また、 軍庁は、すべての軍に一人ずつ配置されたわけではなかった。1890年、府県制とともに軍制が交付された。軍は、府県と、町村の中間の地方公共団体として規定され、議決機関として、軍会と、軍参事会が置かれた。この際、軍の統合再編が行われた。1896年には、沖縄県の軍編成に関する県が施行され、 軍が置かれていなかった沖縄県にも新たに軍が編成された。1915年には当時外地であった樺太でも内地に準じた軍の編成が行われているが、軍会は設けられず自治体としての性格は持たなかった。1921年、現内閣により軍政廃止法が交付されて1923年に軍会が廃止された。また、 1926年に軍庁と軍役所が廃止され、軍は再び単なる地理的区分になった。第二次世界大戦中の1942年には内務省告示によって北海道以外のすべての府県に府県の出先機関として地方事務所が設置された。地方事務所は原則として 軍を単位にして設置されていたため、事実上、軍役所が復活した形となった。戦後の1947年施行の地方自治法では、地方事務所、市長などの都道府県の出先機関は、各都道府県が条例によって設置、廃止することができるようになり、地方事務所を廃止した県や、区割りを変更した県、振興局や、 県民局などと称した出先機関を設置した県もある。現在の軍は、重症表記や、広域連合体の範囲、都道府県議会選挙区の区割りなどに用いられるに止まる。そのため、それ以上の積極的な意義は薄い。そうした形式的意義すら事実上の役割を失っている、一軍一町村という例も多数に及ぶ。軍の配置文号は、 都道府県知事が権限を持ち、都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることとなっている。明治以降の軍に、市役は属さない。そのため、町村に市政が施行されると、その範囲は、軍域から除かれる。はじめのうち市の範囲は、純粋に、都市部に限られており、市部と軍部は市外化された地域とそうでない地域に、対応していた。 しかし後に合併によって市町村の面積が広がると、市も広い農産漁村部を抱え込むようになり、軍との区別の意義は薄れた。こうなっても市が、軍から除かれることに変わりなかったため、市の増加、拡大に伴い多くの軍が消滅した。平成の市町村合併では、合併でできた市が、明治時代の軍に相当する面積を持つことも、珍しくない。岐阜県愚城郡が、 具上市に、宮城県栗原郡が、栗原市にといった具合である。また、宮城県登米市、滋賀県高島市など、明治時代の郡を完全に含む市が誕生した。新潟県佐渡市は、佐渡郡の全域を含み、両政国の佐渡国の全域にあたる。長崎県壱岐市も壱岐郡の全域を含み、壱岐国の全域にあたる。長崎県津島市に至っては、 津島国の全域であり、上谷が郡、軍、下谷が郡軍の二軍を完全に包括している。変遷を経た上でも、地域の除去を考慮しなければ、奈良時代の名称と区域をほぼそのまま継承している、軍が少なからずある。しかし、江戸時代までに再編や解消を経たところもあり、明治初期にはさらに多くの軍が変更を受けた。いわゆる平成の大合併の影響で、 軍や軍に属する町村は激減の一途をたどっている。岡山県加賀郡、石川県放水郡、福井県三方上中郡、北海道二見郡、北海道日高郡などの軍が稀に新設されているが、軍境を越えた町村合併の際に合併後の人口が死昇格条件に満たないための措置と考えられ、軍に属する町村の減少例の一つに過ぎない。 かつて、群馬県には、東村が郷村存在し、いずれも、東村もしくは、東村と読むため、所属の軍を付して故障し区別する監修があった。いわゆる昭和の大合併と平成の大合併を経た、現在では、県内すべての、東村は廃止され、県内において軍により区別する意義は、極めて希薄となった。なお、 東京都の島所部の拡張村は軍に属していない。以下は、現行の軍の一覧である。消滅した軍は、消滅した軍の一覧及び、消滅した軍の都道府県別一覧を参照。中国の歴史的な軍は、県と呼ばれる地域の中核都市を中心とした、行政区画を複数まとめて管轄する上位の、行政区画である。軍は、軍の長官である。 軍大種によって統治された。また、軍を複数まとめて管轄するのが州である。後世中国と呼ばれるようになる地域の原型を形作った古代の高河流域中原地域やこの地域から強い文化的影響を受けた。周辺地域は都市国家の世界であった。人々は、反築と呼ばれる土を突き固める技法で作られた城壁で防御された。 都市的な集落で生活を営み、やがて強力な大都市が、周囲の弱小都市を従えるネットワーク上の国家を形成していった。こうした国家を国と呼び、これらの処方を呪術的、軍事的に威圧して、名手的に振る舞ったのが、省や州といった国であり、またその君主の王たちであった。その後、強力な国は弱小な国を屈服させて支配域を、 拡大していったが、当初は中核になる、都市国家内部の属的結合や、その中の指導的立場にあって、戦車を買って、弓矢と矛で戦い、軍事力の主力となった、死、大部といった、属長層が、国の軍事力維持のために重要であったため、その内部の共同体構造は温存された。しかし、鉄器が大量生産されて農具に用いられるようになり、農耕地が、 爆発的に拡大するようになった。戦国時代になると、諸法の構造は支配下の都市のネットワークから、領域的な性格が色濃くなる変化を見せ、軍事的にも、農民を徴用した不評の大集団が、戦力の主体となるに至った。こうなると、もはや支配下の諸都市の伝統的共同体構造の維持は重要ではなくなり、地方の中核都市は、自治権を取り上げられ、 中央から派遣された役人に支配される、単なる行政区画となる。これを県と呼ぶ。さらに、いくつかの県を取りまとめて、軍事警察的に把握し続けるための軍管区が設定され、これを軍と呼んだ。この体制は、軍権制と呼ばれ、天下を統一した、始皇帝の旗の下、旗に征服された、全領域に施行されるに至った。 外国や異民族と境界を接触している軍を、変軍と言い、それ以外の軍を内軍と言った。変軍は、それぞれごとに詳細な事情や度合いなどは様々に、異なるが、中国系の移民と先住民である、移民族が混在する地域であった。大使が問いを兼任する内軍に対し、変軍では、大使と別に複数の問いが置かれて、生きないよう。 分割統治するなど事実上の軍人支配体制であり、編軍は概ね植民地的な存在であった。官では、封建的な国を復活させたものの、基本的には、旗の軍権制を踏襲したが、後に天下を十三の州に分け、軍は州に所属するようになった。南北朝時代に、州は細分されるようになり、州を軍に分ける意味が白弱になった。 隋の海洋年間に軍を廃止した。その後、陽代と唐の元想の時に一時的に州を軍に改名したことがあったが、基本的に軍という行政区分は存在しなくなった。統一白木時代の757年に、慶徳王は、軍や、県の固有語や、その意訳由来の漢字表記を改め、刑事を選んで、漢風に漢字二文字の名前に変更した。 高麗時代には、州、府、軍、県が置かれた。李氏朝鮮時代に置かれた、地方行政機関の一つとして、府、牧、大都五府、都五府、県とともに軍があった。軍の長官は軍主である。1895年に、これらの複雑な地方行政機関は軍に一本化、された。日本統治時代の行政区画では、都市部分は、府、農村部分は、 軍となった。軍には、軍主が置かれた。1914年に、地方行政区画である軍や、面の大規模な改変が実施され、軍が統廃合された。1931年には、有名制が施行され、軍の中の人口の多い地域が有となった。現在の大韓民国の軍は、公選主張である軍主と、軍議会を持つ、基礎自治体である。大韓民国は、 1945年8月15日時点の朝鮮総督府による地方行政制度を引き継いだ。1961年の5.16軍事クーデター後10月1日に施行された司法自治に関する臨時措置法により従来の有名に代わって軍が基礎自治体に位置づけられたが司法自治そのものは停止された。経済成長や それに伴う人口の集中などにより、優が死に昇格して軍から離脱することも多くなった。これによる飛び地の発生などによって、行政区画としての軍の一体性の低下も見られるようになった。また、韓国の民主化によって地方自治が復活し、1990年代初頭に軍主や軍議会議員の選挙が行われるようになると、軍の機能や形態が、 課題になるようになった。1995年に、地方制度の改革が行われた。これにより、道と同格の広域市に軍が含まれるようになった。また、都市部と農村部を複合させた形態の市が定められ、一度軍から、分離した市とかつての軍が再統合したり、一つの軍がそのまま市に昇格したりもしている。このため、軍の数は少なくなっている。 朝鮮民主主義人民共和国では、軍の下に置かれていた不、府、勇、面を廃止し、軍人民委員会を基礎行政機関とした。1952年に大規模な軍の改編が実施され、従来の軍よりも小さな範囲に分割された。その後、軍から死に昇格した例もあるが、現在も大半の行政区画は、軍と呼ばれている。 日本統治時代の台湾では、1920年から1945年まで、行政区画として軍が置かれ、軍の下には町、書が置かれた。軍の長官は軍主である。現在軍は置かれていない。中央直轄市の下の市街地区は、軍と呼ばれるが、日本語では、通常、区と訳される。欧米など非漢字語圏の行政区画の一部を、日本語に翻訳するときに、 訳語としてこの語を当てることがある。なお、漢字圏の軍は、英語では、通常以下のように訳される。昭和42年12月、藤原慶の北面外堀から、己井戸し10月上、国阿波表末里と書かれた木簡が掘り出された。これにより、それまでの軍評論争に決着がつけられたとともに、会心の御事のりの文書は、 日本初期を編纂した奈良時代に書き換えられたことが、明白になった。藤原家出土の木簡が、軍評論争を決着させる木下聖書。藤原家中央公論新社2003年64ページ五法上領国における、軍大支配から史上性への変遷については、池上裕子、五法上司の公やごとについて、戦国時代社会構造の研究1983。 これに対して、戦国大名両国の多様性からの検討は、黒田元樹、戦国大名北条氏の両国支配1995市が、町村となることもできるが、再度軍に属させる必要はない。また、市政を施行した市が、町村となった例は2016年現在ない。昭和時代の市町村合併でも、福島県いわき市や千葉県市原市のように、 明治時代の軍に相当する行政区域になった例はあるが、その数は多くない。岩き市は旧久野浜町、大久村を除いて旧岩き軍の区域、市原市は全域が旧市原軍の区域である。テレビの地震速報のテロップにも、軍名の後に東村と表記されていた。 一種借り振興局、ABCDEF と等総合振興局、ABCDE 日山振興局、ABCDEFGHI しりべし、総合振興局 ABCDE ブリ、総合振興局 ABCD 空地、総合振興局 ABCDEF かみか総合振興局 ABCDE ルモイ振興局、ABCDE 蒼谷総合振興局、 ABCD をホーツ総合振興局、ABCDEF 日高振興局、ABCDFG と勝総合振興局、ABCD くしろ総合振興局、ABCDFGH 根室振興局、随所地理史上、高素女王あり、おもんみ、新調整。海王三年、水廃将軍。景気道化川氏は、面からの昇格。 軽気道安山市、城南市は面倒市の合併。ありがとうございます。